アスカは日本の宇宙科学研究所が打ち上げた4番目の宇宙 X 線観測衛星である。1993年2月20日に鹿児島宇宙空間観測所から M-3SII ロケットによって打ち上げられた。2000年7月14日巨大太陽フレアによって地球の大気が膨張した影響でアスカの姿勢が崩れ観測不可能に陥った。 その後も最低限の機能による運用を続けたものの、翌2001年3月2日に大気圏に突入し消滅した。アスカには以下の観測装置が搭載されていた。XRT は金を乗着したアルミニウムの放物面薄板を同心円状に並べたアルミニウムマイナス金多重薄板式の反射望遠鏡であり、直径は1.2メートル。 アスカの打ち上げ当時に稼働していたエサの X 線衛星ローゼットが2.4ケブ以下の 9X 線で観測を行っていたのに対してアスカの XRT が観測可能なエネルギー領域は0.4から12ケブと格段に広いものだった。XRT の開発は宇宙圏及び名古屋大学と NASA のゴダード宇宙飛行センターの共同で行われた。 受光面積は1ケブの時1300平方センチメートル、7ケブの時600平方センチメートルで、有効焦点距離は3.5メートル。GIS は X 線での撮像を行う装置で、銀河団などの主直径の大きな天体にも対応できる広い受光面積を持つ。SIS は X 線のスペクトル観測を行う装置である。受光素子として、 X1000CCD を世界に先駆けて採用し、エネルギー分解能の高いスペクトル観測を可能にした。アスカには4台の XRT が搭載され、2台に GIS、2台に SIS を取り付けられていた。これによって、同一天体の撮像とスペクトル解析を同時に行うことができた。アスカは、打ち上げから2001年の大気圏突入までの8年間に、 のべ2000個以上の天体を観測し、膨大な成果を上げた。主なものは以下の通りである。アスカは大質量、ブラックホールが存在すると考えられる。ケンタウルス座の活動銀河中心核、MCG6 から30から5の高分解能スペクトル観測を行い、ブラックホールを取り巻く硬着円盤から放射されていると考えられる鉄の特性 X 線を観測した。 回転する光着円盤から放出される気線は、視線に沿って遠ざかる物質と近づく物質からの光がそれぞれドップラー効果を受けるために2本のピークを持ったスペクトルとして観測されるが、回転速度が非常に大きい場合には、相対論的効果で2本のピークの高さが非対称になることが予測されている。アスカは、 この活動銀河核のスペクトルが理論とよく一致する非対称なスペクトルであることを明らかにした。このことは、光着円盤の内側のブラックホールに非常に近い部分を初めて X 線で観測できたことを示唆している。宇宙には前天にわたって X 線の背景放射が存在し、長い間その起源が謎となっている。CXB のスペクトルはエネルギーの 高い型 X 線を多く含むため従来知られていた X 線天体から放射される比較的低エネルギーの X 線の重ね合わせでは説明のできないものであった。アスカは2の重ケ部の高 X 線領域で従来の衛星の102倍という高い感度のサーベイ観測を行い CXB の全強度のうち約30%の正体を X 宣言からの放射の重ね合わせとして初めて特定した。1996年、アスカによってオーグマザのスターバースト銀河 M82 の観測が行われ、M82 の中心から離れた位置に太陽の数百倍から千倍という中間的な質量を持つブラックホールが複数存在する証拠を発見した。ブラックホールの質量についてはこれまで、 通常の構成進化によって作られる構成質量スケールのブラックホールと銀河中心に存在する106から8太陽質量という大質量、ブラックホールの間をつなぐ中間的な質量のブラックホールの存在が知られておらず大質量、ブラックホールの起源をめぐって大きな謎となっていた。この発見は大質量、ブラックホールがより小さなブラックホールの合体によって 形成されるという自然なシナリオを支持する証拠と考えられている。ありがとうございます。